なじまかきちろう明治42年5月27日は、日本の実業家、政治家。よなご銀行、中国貯蓄銀行、倉庫会社の、各取締役。元よなご町会議員。鳥取県平民。曝露町に生まれた。平次郎の嫡男。陽明虎之助と称す。野号縄川屋と合志。 醤油醸造に佐藤稼糸卸売業を営む。明治二十二年八月、町会議員当選。明治二十八年九月、町会議員当選。米子銀行、中国貯蓄銀行、倉庫会社の、各取締役の住人を帯び、各責務に人水した。明治人、明治天にげ館七7五によると、明島柿次郎商店明治三十五年二月の、 鳥取県放棄国一円地下所得税つまびらからんによって、米子町を含む再白軍の地下1万円以上の大地主を見ると、以下の通りである。彼らは、当時の経済的実力者で、その多くは、質屋を営み銀行に投資し商業に従事し、あるいは、各種会社の役員を兼ねるなど、多面的な経済活動をしていた。綱島幸次郎編。 参院実業名館12月、帝国更新書与那腰書発行による、ありがとうございます。